島村一騎、島村一騎、島村一期、1981年10月13日帯は、山口県下関市出身の元プロ野球選手、内野手、外野手、宇藤右内、コーチ。からまでは、名前の一騎を、登録名に用いていた。から横浜 DNA ベイスターズの二軍打撃コーチを、務める。 ソフトボールチームの監督をしていた父の影響で野球をはじめ、下関市立町府中学校では、リトルシニアに所属し、投手兼内野手だった。山口県立宇部商業高等学校、一学年上に、上本達之がいるでは当初は遊撃手だったが、一年生時の終わりに負傷した影響で三類種に転校。その後、守備力を買われて二類種に、 コンバートされて、レギュラーとなり、2年夏の山口大会では5試合で、打率。529、7打点を記録して、第80回全国高等学校野球選手権、大会出場に貢献。甲子園では、初戦で、日大東北高校に、勝利、2回戦で、古木勝明擁する豊田大谷高校と3時間52分に、及ぶ延長15回の末に、さよなら負け。 三年時には、首相で保守として、山口大会八強入り。高校卒業後は、九州六大学野球連盟所属の、九州国際大学に進学。二年春には、首位打者、三年秋には MVP を獲得した。大型遊撃手として、注目を集め、2003年のプロ、野球ドラフト会議において、オリックスブルーウェーブから四巡目指名を受け入団。は ウエスタンリーグで打率336を記録しリーグ新人賞を受賞。一軍では8月6日の対大英戦でプロ初安打を放った。オリックス近鉄の球団合併の際にはプロ入り2年以内の選手であっため、オリックスバファローズ所属となる。2、登録名をファーストネームの一気に変更5月13日に一軍昇格し、 その際に、清原和弘から自分の実力以上のものを出そうとせずに、いつもと同じプレイスタイルでやれとアドバイスされた。5月20日の大半新戦で、アレックス・カブレラの体調不良に伴い6番、三塁手でスタメン起用されると、7回裏にジェフ・ウィリアムスからプロ初打点となる逆転決勝に点的自代を放ち、試合後にプロイル初のヒーローインタビューを受けた。 クレックラーロッカ、大引刑事、後藤高村らが、故障離脱した影響もあり一軍に定着。一時は、打率4割近くを打つなど、打撃好調で、7月6日の対日本ハム戦では、武田マサルから人生初の2打席連続本塁打を記録。8月3日の対ソフトバンク戦では、パリーグ記録となる2塁で1試合9失殺を記録。 夏場に打率を落として8月中旬に2軍降格したもののクライマックスシリーズには出場して清原からバッティンググローブをもらいに安打を放った。しかし第2戦では先発出場するも2回の守備で目測を誤りフライを取れず相手に先制点を与えてしまった。先発の小松清の足を引っ張りチームは敗退した。 シーズン成績は48試合に出場して打率。295、5本類だと、自己最高成績を記録し、名前の通り一気にブレイクした。二類種、三類種、遊撃種、外野種と4ポジションを守った。は、外野種としても、出場機会を増やすために、左翼種にも挑戦。開幕一軍入りも果たすが、レギュラーの座獲得はならず。 出場機会に恵まれなかった。だが、後藤が故障で、戦線離脱すると、山崎康二と併用で二類のポジション争いが行われた。しかし、二類守備で精細を書き、持ち前の打撃も打率が2割前半に停滞した上に、昨年とほぼ同数の打席数に対して、三振の数が増加するなど、荒さがやや目立ち、山崎との争いに敗れる。 その後も、主に大打での起用に甘んじ、1.2軍を往復する、悔しいシーズンとなった。しかし、6月3日の対中日戦では、自己最多の1試合6打点を挙げ、6月14日の対ヤクルト戦では、自身2本目の満塁本塁打を放つなど、この試合では、ヤクルトのアーロン・ガイエルも、満塁本塁打を放、おり、交流戦史上初の両軍満塁打となった、得点圏打率は、 356とここ一番での勝負強さは健在だった。は、6月7日の対広島戦で、6回表にチームが記録した10人連続安打の一員となった、一期は7人目で、林正樹から、右前安打。しかし、同年は、自身の打撃不振と、アーロムバルディリスが三類種都市のレギュラーを獲得したのもあり、わずか16試合の出場にとどまった。 11月11日、桑原健太郎、野中慎吾との交換トレードで横浜ベイスターズに移籍した。は、主に代打で49試合に出場するが、打率が207と不調に終わる。プロ入り初めて右翼手の守備についた。も、代打を中心に起用されたが、打率175と前年を下回る不調。同年オフに登録名を、 本名の島村一期に戻した。2は一軍公式戦への出場がなかった。10月9日に球団から戦力外通告を受けたきに現役引退を表明した。2013年10月31日に DNA の二軍打撃コーチに就任することが球団から発表まで務めた。2015年には二軍打撃コーチと育成担当を兼務したが、 シーズン終了後に DNA 球団へ辞任を申し入れた。このため、球団は申し入れを了承した上で、10月22日に辞任を発表した。2015年11月1日に中日ドラゴンズが打撃コーチとして島村と契約したことを発表した。オリックス時代の二軍監督だった加藤秀治と共に一軍打撃コーチを務めたが、チーム打率、得点、本塁打載くらい。 アンダゴ5位に低迷した。は、加藤秀治と共に2軍打撃コーチに移動する。10月4日、今シーズンをもって、中日ドラゴンズ2軍打撃コーチを退任することが発表された。からは3年ぶりに DNA のコーチに復帰、2軍打撃コーチに就任した。内外やすべてを守れるユーティリティプレイヤーであり、2012年には2軍で保守としてのテストを受けた。 2012年6月8日に行われたファームの試合、対ヤクルト戦の試合では、高校3年生以来取る星の守備についた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。